2017年10月5日。あ、危ない。おい、イザベラ、大丈夫か？しっかりしろ。救急車。私はイザベラ、アメリカ・ノースカロライナ州の高校に通う16歳。この日から私の時間は進まなくなる。私は気がついたかい。部活中に事故で頭を強く打ったんだよ。まだ安静にしていた方がいい。頭が痛い。娘は大丈夫ですか？ひどい脳震盪を起こしたようなので、しばらく安静が必要です。しかし数週間もすれば治るでしょう。ああ、よかったです。ありがとうございます。数週間後、やっと退院できてよかったわね。うん。ねえお母さん。何？今年はどこもクリスマスの準備が随分と早いんだね。そっか、長いこと病院にいたからね。もう明日がイブなのよ。嘘、今日は10月5日じゃないの？何よ、あなたは約2ヶ月もの間入院してたのよ。2ヶ月も？私が事故したのって今朝じゃないの？イザベラ、きっとまだ疲れてるのよ。今日は家に帰って早く休みましょう。明日はイザベラの好きなものいっぱい作ってあげるわ。何がいい？じゃあローストビーフが食べたい。わかったわ。奮発していいお肉買ってあげるから楽しみにしてて。うん、ありがとう。翌日。おはよう、具合はどう？うん、だいぶ良くなった。早く学校行かなきゃ、遅刻する。イザベラ、今日はクリスマスイブよ。学校はもう冬休みだから。イブ？今日は10月5日じゃないの？イザベラ、今日はあなたの好きなローストビーフ作ってあげるって話してたじゃない。病院の帰り道に、覚えてるでしょ？病院？私どこか具合悪いの？全く覚えていないんだけど。そんな。1年半後。イザベラ、おはよう。起きて、学校の時間よ。今日は2019年5月12日。あったかいから半袖にしましょう。今日は2017年10月5日じゃないの？うん、あったかいでしょ。確かに。毎晩毎晩、眠るとその日の新しい記憶がすべてリセットされた。私だけ2017年10月5日に取り残されたままなんだ。だから母は毎朝私を起こしては今日が何日か伝えてくれる。最初は訳が分からなくて混乱することも多かった。しかし自分の手で書いたメモを残すようにして、自分の記憶がなくなっていることを確信することができた。このメモがあるということは、昨日は5月11日だったんだ。でも私には記憶がない。昨日のどころか、私が事故をしたと言われている日までの記憶が全くないんだ。学年が変わり先生も変わったから、毎日初めましてから始まる。教室がどこかも、自分の席がどこかもわからない。毎日が初めてなんだ。勉強だってろくにできない。学んだことすべて忘れるんだもの。これはあの日から私が毎日つけてる日記なんだ。いつでも読んでいいし、何か気になることがあったら何でも聞いてね。ありがとう。なんで私の記憶は今日の分だけリセットされるんだろうね。そうだな、いろんなお医者さんのところへは行ったんだ。前行性健忘症という記憶障害の一種らしい。だが誰も治せる人はいなかった。すまない。ううん、お父さんは悪くない。ありがとう。いかがでしたでしょうか。今もイザベラさんとそのご家族は苦しい闘病生活を送っておられます。お話によると、現在でも治療のため通院するのに毎日10万円近い費用がかかり、ご家庭の貯金も底をつきかけているとのことです。そこで我々はイザベラさんに、これからも諦めず治療を続けてもらえるようクラウドファンディングを立ち上げます。どうか皆様、イザベラさんにご支援のほどよろしくお願いいたします。こうしてテレビのドキュメンタリーに取り上げてもらえたことで、多くの方から支援していただくことができた。またいつか私の時間が動き出す時まで、諦めずに前を向き続けようと思う。嫌なことを全部忘れたい。
そう思ったことは誰しもあるでしょう。しかし本当に起きたことをすべて忘れると、それは想像を絶する辛さなのです。楽しいことも嫌なことも全部受け止めて明日に進みましょう。バイマンガレリア。